西野神社。西野神社は、北海道札幌市西区に鎮座する神社本庁法かつか、北海道神社町札幌支部管内の神社。札幌市西区の西の平和福井の三地区を宇治国一期とする。ただしのの一部地域は上、手稲神社の宇治国一期に含まれる。旧社格は損者。拙者、抹社や兼務者などはない。近年は、縁結びや、 安山の神社として広く知られるようになり、特に平成20年代前半頃からは縁結びや良縁を願う若い女性の参拝者が増えている。また、同年代頃から安山祈願の吉日とされる犬の日の特に午前中は安山祈願の祈祷を受けに来る妊婦や夫婦、その付き添いの家族、親族たちで境内が賑わうようになった。例祭は9月。 敬老の日の前の日曜日で、礼祭当日には、三木の御子、慶新余、江戸御子、子供御子が、宇治国域を登御し、太鼓出しも同時に巡行する。西の神社特有の神事としては、3月、毎年日祭りの直後の日曜日に、三周殿内で取り行われる、人形供養祭、人形記吉払い、お焚き上げの神事、9月、毎年礼祭の一週間前に、 儀式年前で取り行われるみそぎ払い行事、例祭日に土俵で取り行われる泣き相撲、赤ちゃん相撲、不定期に取り行われる両園祈願祭などがある。境内には個人のゴミ玉が宿る礼事を法案したまま釣りを採行する施設としてソレーがあり、また札幌市南区富士野の霊園、富士野生山園内には納骨施設として神社で建てた奥津上、 神道式のお墓もあり、神道式での永代祭祀を執行している。本殿では、豊玉姫命、宇がや吹符号命、本田別名の三柱を西の神社大臣として祀っており、境内の儀式殿内にある神殿でも、その西の神社大臣の分霊を祀っている。三柱の祭人のうち豊玉姫命や、宇がや吹符号命は、縁結び、安山。 育児の神として有名で、宇治国域内外から広く信仰を集める。見柱目である、本田別名は、八幡大臣として信仰されていることから、西の神社は、全国八幡宮連合にも加入している。西の地域の開拓は、明治18年、1885年、故郷からうぶすながみを抱いて都道した5個の入植者たちによって開始され、 この後この人々が開拓の守護神として見柱を交際する少子を当時の西の地の中心とおぼしきところに建てたのが西の神社の起こりとされる。明治三十二年1899年1月、右桃、現在の平和地区、左股、現在の福井地区、広島、現在の西の地区の各集落の少子を合祀して西の全域統合の神社として、 社号、を、西野神社とする。同年2月、札幌神社、北海道神宮の前身のネギであった、野村茂が、他の数社と共に、西野神社の社手の平、初代宮寺も兼務する。同年7月には、境大地として、安井萌え門から300坪、安井和五郎から150坪の寄付をそれぞれ受ける。大正4年、1915年、西の神社改築の認可を得て、 翌五年に社殿が新築される。同年十一月、境内地として久し上五作から畑三端部の寄付を受ける。大正十四年、1925年十二月、西野神社昇格願いが内務大臣に提出され、昭和四年、1929年一月、無格者から孫者に列格される。同年七月、新鮮平白陵とも新神社の指定を受け、 同年8月には上津島小学校前の神社用地、現在の西の福祉会館の地に、西の神社用廃所が造営される。昭和9年、1934年、江別神社,社手の平を経て、手稲神社社手の平となった、津波千太郎が、西の神社の社手の平、二代目宮司も兼務する。昭和11年、1936年11月、 上川神社から、手稲神社の社手の平に転任した山口久氏が同時に西の神社の社手の平、三代目宮司と山口神社の社手の平も兼務する。山口久氏は戦後、上、手稲神社と星岡神社の宮司も兼務した。昭和二十七年、九五十二年四月に、神社本庁から翌二十八年二月には、北海道庁から、 それぞれ宗教法人、西野神社規則が承認され、同年3月、西野神社の宗教法人設立の登記手続きが完了。昭和42年、1967年、大正5年、1916年に社殿が新築されてから50年が立ち社殿の老朽化が、著しく進んでいたことから、半世紀ぶりに社殿が建て替えられる。同年、要廃所が廃止。 昭和51年1976年二代目社手の平を務めた須波千太郎が西野神社の神職として初めて社務所に常駐するようになりこれ以降は現在に至るまで西野神社には神職が常勤しているこれ以前は神職ではない一般の人が神社施設の管理人として家族と共に境内に常駐していた 新職ではない管理人がいつから常駐していたかに、いては、正確な記録がないため不明。昭和53年、1978年4月、三代目、宮司山口坂への退任に伴い、須波千太郎が、宮司に再就任する。西の神社にとって、須波千太郎は、第二代、第四代の宮司であるとともに、初の本務宮司でもある。なお、 西野神社の兼務宮司を退任した山口久氏は平成2年8月まで手稲神社の本務宮司を務めた。昭和57年1982年7月、神社前の指導右湖線道路拡幅工事施行のため、境内地の一部を札幌市に売却。昭和58年1983年には、 西の神社創始100周年記念事業の一環として、平殿の造営、廃殿の増築、新鮮書の増築、社殿屋根の銅板への吹き替え、回廊や欄干の増設など大規模な増改築が行われ、また、ほぼ同時期に、社務所の新築、診察所、物置、渡り、廊下の改築、ガレージの移設、長寿社改装等の工事なども行われたため、 境内の様相が一新される。昭和60年、1985年7月、西野神社創始100周年記念塔が竣工同年9月、西野神社創始100周年記念式典、祝典が挙行される。平成3年、1991年1月、前月に四代目、宮司、津波仙太郎が死去したことに伴い、西の神社ネギであった。 津波和弘、北海道神宮出資として、道宮でも奉仕が五代目宮寺に就任する。平成7年、1995年10月、創始110年記念事業として、授与所と参拝者用トイレが新築される。平成10年、1998年、参拝者控え室、多目的応接室が建設され、ほぼ同時期に、新選所改修、屋内長ズ社新設、 社務所玄関改築、中庭造園工事なども行われる。平成11年、1999年4月、西の神社公式ホームページが開設される。平成17年、2005年には、創始120年記念事業として、創始120年記念碑の建立、拝電の後輩と境内の参道への、見加石敷付などが行われ、境内はほぼ現在の様相となるが、 その後も、境内地拡張、隣接地買収に伴う、第二駐車場拡張や、第三駐車場新設、廃電後廃への木彫り取り付け、三州電の改築、土俵の改修、社務所の増築、各種樹木の植樹などが行われる。平成20年、2008年2月、株式会社クリーンリバーからの奉納として、三越殿が新築される。平成27年、 2015年には、創始130年記念事業として、第一駐車場全面や創始120年、記念日周りへの見陰石志設、掲示板の建て替え、宇治子青年会の結成などが行われる。平成30年、2018年には、老朽化が進んでいた神楽殿が取り壊され、令和元年、2019年、その後地に、神前結婚式をはじめとする。 各種神事が採用できる電車として、儀式殿が新築される。儀式殿春工に合わせて、大祭として、春光千座祭が盛大に取り行われ、同祭で、本殿で祀られている祭神の文霊が儀式殿内の神殿へも放線される。指導の手稲ミニモモ通りに面した鳥居から、石畳の参道を経て、拝殿、閉殿、本殿が続く。拝殿、閉殿、 本殿の三殿はいずれも連結しており、事実上一体化した建物、神明づくりと称される建築様式。拝殿と社務所、平殿と授与所は、それぞれ渡り、廊下で連絡されているが、儀式殿と御輿殿については、どちらも独立した電車。社務所、三州殿、職者はいずれも同一建物内。神社の境内には、 様々な木々や草花が生育しており、それらの管理、維持も行われていて、境内は四季折々の景色を見せる。装飾の小動物や、鳥類なども多く見られる。境外に飛び地などの神社所有地はないが、平成12年、2000年、札幌市南区富士の901番地にある霊園、富士の生山園の敷地内に、こ霊を無縁にすることなく、 英体に渡り祭祀を執行することを目的に、奥津城、神道式のお墓を建てており、同地にて、納骨祭、五十年祭、春、秋の悲願、お盆の祭祀などを執行している。ただし春の悲願の祭祀は、積雪のため奥津城前では執行できないため、遺族の希望に応じて、遺族宅にて祭祀を執行している。神社で独自に、を所有、維持しているのは、 令和元年現在、札幌市内の神社としては西の神社が唯一である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。